よし、やるか。キャレラプラスかける前々クリックかね。よし、画面共有は、あ、するする、待って、してして、見たい。ちなみに僕クリアできなかったから頑張って。え、そうなの？普通にむずい。なんかガチんないとね、じゃちゃんと考えていかないと、あの、わかった。あ、そうなんだ。うん、エイプリル島。何でもありのこの島に眠るとされる宝と大きなる冒険を求めて、冒険者は力強く船を降りた。その名は、おお、出た出た。これね、ランダムで、うん、あれ、ページ更新するとキャラがね、うん、全種類変わるから。へえ、そうなんだ。一人選ぶ、まあ、だから、うん。制限時間の間ひたすらボスをクリックでつつきまくってライフを減らそう。クリックごとにつつき力の数だけダメージを与える。1秒ごとに自動で自動つつき力の数だけダメージを与える。はい、あ、自動つつ、はあ、はあはあ、後ろに流れてくる仲間のカードをクリックすると様々な効果が発動する。つつきまくるとボルテージが上がり、少しだけ残り時間が回復したりつつき力が上がったりする。あ、なんか仲間めっちゃいる。さらに同じ色の仲間が3人以上いると強力なチェイン技が発動するかも。な、すごいな。どういうことよ。そうそうそう。いや、シーザー、うん、でもまあ、シンタくんでしょう。そりゃそうだ。うんうん、冒険者シンタの新たな冒険が今始まる。ヒュー。ステージ1。まあなんか RPG みたいな感じです。そう。つっついてくれますし。お、どっちに進もうか。左の道、冒険者の気配がする。右の道、宝箱がありそう。仲間増やせってことかな。なんかね、え、うん、これ、でも言わない方がいい？あー、どっちでもいいよ。え、なんか、うん、あの、飛躍のノエルのさ、うん、なんか店長いたじゃん。あ、うん、うん。猫のさ、うん。そう、あれ、あの人から物買うとかもできるんだけど、基本的には、まあ、人数がこの下の枠分入るんだけど、うんうん、それを集めた方がまあ最初は強いので、冒険者の気配がするの方行こう。なるほど、オッケー。道中協力できそうな冒険者と出会った誰だ？おーおーおお。で、あとさ、うん、そう、左上のさ、シンタは張り切っているとかで、あ、あの、めっちゃパターンあるのよ。可愛いからそれも見て。楽しみ。メイドの光る。メンバーめっちゃいいな。それな、勇者当たる怪盗かなと。全員連れてっちゃダメなんですか？はーい。戦闘中一度だけ自動突き力かける2。プリンセスの効果が発動すると、再度できるようになる。甘いお菓子を持ってるとかける15になる。はいはいはい。突き力かける10って結構すごくないか？うん、すごい。突き力プラス10。しかし、残り時間マイナス1。あー、渡るかな？ちょっと船体作れんじゃない？そうだね。うん。勇者なのら！かわいい。あ、シンタ渡るとお昼ご飯について話した。かわいい。何か起こりそう。冒険者の気配がする。まあ、冒険者でいいかな。うん。どっち協力できそうな。おお、今度は飛躍のノエルばっかりだ。おーおーおー、そうだね。でもまあ、主人公、うん、プリンセスノエル。あー、そういうことだね。プリンセスが力使ったら、もう一回使えるって言ってたのが、ヒカルちゃんだもんな。うん、うん。メイドの効果を再使用できるようにする。突き力を2から4。相手のライフを2分の1。ジーノさん強くね？強いね。強くない？ボルテージが溜まるスピードが 1.8。ジーノさんお姉でしょこの人。あ、そうそうそう。お姉好きだからお姉にしようかな。自分の位置ってめっちゃ強いや。可愛がっちゃうよ。ジーノは、罠を踏みそうなシンタを助けた。あらー、やるじゃないジーノちゃん。ちょっと保育園やだ本当に。宝箱がありそう。何か起こりそう。何か起こりそうって何なんだ。宝箱は金、うん、何か起こりそうは、まあ、なんかいろいろある。あのね、なんか一個僕がやったのは攻撃力がプラス、次の試合か、次のボス戦では攻撃力が上がるとかだった。あー、まあ、どうだろうな、お金ってどんぐらい重要視されてんの、このゲーム。まあ、使えるし、じゃあ使えるかな。あー、どちらにしようかな、神様の言う通り。あ、こっち。お金ボス倒したらもらえるしね。あはは、宝箱。しよう。6ゴールド。めっちゃ、ちょっと待って、6はめっちゃしょぼいで。え？大外れやで、これ。マジかよ。メンバーがいいからちょっと金はしょぼいかもしれん。
せやな。さあ、冒険者。おお、カロンさん、あら、ライオンちゃん。10秒間自動突き力かける3。ほんほんほん。現在の残り時間かける12のダメージ。へえ。でかい。他のハンターがいるとかける17になる。ライオンちゃん連れてきたいけど、カロン。くぅ。カロンはいいぞ。僕、カロンちゃんはボトシーザー連れてたから、カロンと悩んだわ、確か。連れてきたいけど。でもやっぱやってる子を連れてきたくなるよね。だし、こう、3人以上いたらなんちゃらって言ってたもんな。そう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 。ライオンちゃん。一先進。励ませていただきます。ほうほう。渡るが G の肩車、無理だって無理に決まってるじゃないか。怖すぎるわ。あ、商人の気配か冒険者の気配だけど、6ゴールドしかないから。うん、買えないですね、これは。うん、6は。あ、体力が、あ、マリアちゃん、やばいね。どっちも、推しが2人。でも、まあ、ダイヤくんだよね。なんか、えらい難しいスキルやな。ね、突っつき力を1残して、すべて自動突っつき力に加えて、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。さらに力はでも全員の値だから、全員何自分の HP1 にしてみたいなもんでしょこれ。なるほど。むずいね。でメイドの効果を最終、あー、プリンセスで、やっぱりマリアちゃんもプリンセスだよね。そうだよ ね知ってた。でもメイドいないから、うんうん、まあダイヤくんかな。その リベリオさんちょっとすいません、ここも知らないわ、まだ真ん中の人。かわいい。かわいいね。ボスだ。ああそうだ、ボスもね、毎回変わるんですよ。そうなんだ。ひたすらボスを。だから僕の知らないボス。うんうんうん。僕会ってないもん、光ると。光る。3回つついたら戦闘開始。つついていいよ。マリアを、本当に。確かに。マリアいないよ。やるよ。おらおらだいぶ、あ、で、スキルタップして。スキル、どういうこと、あ、こういうこと、あのカード、そう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 、えい、かき抜いて言ったな。えい、強い強い、ジーノさん、え、すっごい、これ勝ってんじゃない、勝ってない、まだもうマイナスだよ。何マイナスに行くとそんだけお金もらえるから、多分、ああ、そう、なんか右のボルテージっていうのがどん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 溜まってくから、うん、なんかいい感じになる。めちゃめちゃクリックしまくってるけどね、意外と長い。うおー、なんか時間伸びたし。めっちゃ早いで。うわぁ。イナズマイレブン見てたんかよ。え？え？ YouTube でイナズマイレブンって書いてあるけど。やば。はい。慣れてるぞ。これはあれです。キャラソン聞いてました。バレてんぞ。ステージクリア。おぉ、161ゴールドもろた。161もだいぶしょっぺーな。あ、ほんと、あれか、ダイヤくんのやつ使っちゃったからかな、今。突っつき力1になっちゃってるわ。ほんとだね。まあ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 。まあ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 。パーティー人数が多ければ多いほどカードがたくさん降ってくる。へぇー。それでも、あと2人しか入れれないから。うんうんうん。っていうとこある。まあ別に、マックスにしても大丈夫なんだけど、うん。ライオンは毒キノコを食べそうな渡るを止めた。あ、優しい。よかった。宝箱ちょっとさっきからしょぼいから何か起こりそうで、こう、うん、そうね。あ、ライオンが美味しそうだから食べようと見たことのない果実を取ってきた。誰が果実を食べる、この中で食べるっていうのは渡るっぽいけど、うんうんうん、えい、食欲を刺激された渡るが食べることになった。渡るは果実を一口食べると口いっぱいに広がるみずみずしさと甘さに思わず頬をほころばせた。おー、自動突っつき力がいつもの2倍からスタート。やったぜ。
いいね。どっちに進もうか、宝箱か何か起こるか。あー、宝箱ってどんぐらいが平均値で出るんだろう、ゴールド。多分ランダムやな、これ。ランダムか。多いのと少ないのとがありそう。じゃあ、いや、何か起こる感じ。お、シンタがまた果実取ってきた。これ、ハズレありそうで怖いな。なあ。誰だ？ダイヤくん。食べな。あ、よかった いいね、いいね。シンタくん食べたら多分お腹壊すと思うんだよな。あー、商人、167ゴールドだとなんか買える？わからん、何？ステージ1、2、3、4、5で変わってくから。あ、そうなんだ。結構ステージあるの？そう。5はないわ、嘘だ。お。あー、買えません！全然買えねえ。あ、こういう感じのが売ってるんだ。チケットとドローンと実店か。うんうん。はんはんはん。まあ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 。でも来た時によって変わる内容も。あ、そうなんだ。そう、戻れない。戻れた。やめる。右上のやつやな。うんうん。大丈夫。何か起こりそう。もう商人多分買えないからいい。そうね。脇道の遥か先の暗がりで何かが光ったのを見たと言った。渡る、おお。僕、あ、それたわ、これ。わかんない。マジ？気のせいだ。あ、じゃあ、それてないんか。いや、それよ。おお。おお、お金が詰まった宝箱。お、すごい！ええー、おい、わたるくん。わたる。わたるの顔がドヤ顔に染まる。え、わたるはダイヤと飛脚のノエルについて話した。すごい。メタイヤン。なんだって。どうやって話すんだダイヤくんと。確かに。おーおーおー、大五郎とライムちゃんとノエルちゃん。あー。他のハンターがいると15。まあ、ハンター、ライオンちゃんいるから、ライムちゃん連れてくか。うん、双子揃った。ライムあれやな。もう、ギリギリ、最後ギリギリぐらいに使った方がいいってことやんな。あ、そうなの？わからん。ん？あ、でも、あ、そうか、減少、そうだね。減少した残り時間かける10か。別に使ってもいいな。別にお任せです。ハンターなので。よかった。実況やん。え、かわいい。ああ、コラボでもいいって言ってる。ノエル卵、へえ。な、ノエル卵かわいい。うん。あ、また見てるわ。同じの見てるわ。僕、ちなみにこれさ、説明書一回も見なかったんだけど。うん、すごいね。え、今知ったわ。よし。おえーい。えい。お、すごい、すごいダメージ入ったこれ。ほらー、はい。えい。ほらー、へい。勝った。え、待って、これ僕下手くそ説あるわ。こんなすんなりいかなかったんだけど。本当に？うん。ほら！なんかジーノさんだけすげえ仲間外れ感あるわ。いや、みんなあの、やだ、かわいいわ、子供たちがって言って。うん。面倒見てくれてるかもしれない。せやだ。おぉ。いや、マイナス結構いってるぞ。あ、うん、そういうこと、え、何してんだ今。ジーノさんあれか、2分の1だから増やしちゃうのかな。あ、そういうこと？なんかブブーって言わん？聞いたかった。私も聞いてなかった。あ、わーい。518。すごい大富豪になったね。すごいね。うん、よしよしよし。ステージ3。へい。ダイヤは張り切っている。かわいい。何か起こりそう。冒険者、これラスト1入るよね多分。そうね。オッケー。だーだ。もう多分これでラストやだ。うん。あ、どうやちゃん、あ、ルミ先生。あ、パイソンさん。さっきもいた。あ、逆だ、ダイヤくんと。うん。自動突き力を1残して全て突き力に加える。戦闘中一度だけ、あー、ルミ先生いいじゃん。そうね。うん。じゃあ、ルミ先生。皆さん、補給はしっかりね。あー、ルミ先生。
喋れてる。ね。ちゃんと喋ってる、ルミ先生が。本当だよ。ライオンは転びそうになった。何か、あ、さすがに変えるでしょ、商人。うん、商人、いいんちゃう。なんだ。お、いいね。傷薬。3秒増えるメダル。微妙いな、なんか。うん。妖精の初期値って何？妖精は分からんけど、でもタイプ？ああ、じゃあ妖精タイプに出会ってないんだ。いないな。うんうん。いや、しょぼいな。しょぼいね。うん、別にいらんかな。でも多分これ、ああ、まあいいか。え？ラスト？いや、あと3ターンだから。うん。ワンチャンお金の使い道ないからさ、だって。ああ。まあ、もう一回商人いた。やった。こんにちは。どうだろう。あ、変わってる。あ、赤いお、あ、甘いお菓子あるやん。甘いお菓子って、あれだよね、なんか、わたるくんが持ってたらめっちゃ嬉しいみたいな。あ、嬉しいだけだっけ？わかんない。なんか書いてあった気がするけど、忘れちゃった。何の効果か覚えてない。うん。初期、自動付き。あ、まあ、これ買えるしな。買っちゃおう。売り切れ。え、これかわいい。目ピカってなった。ね。よし。え、これは自動的に使われるのかな？ああ、かける15になるって。ああ、いいや。うん。ほい。え？ライムの装備は渡ると同じ店で買ったものだった。わ、え、冒険者の気配がするってあるけど、これ何？入れ替えってこと？入れ替えできない。できないんだ。これ何？必要ないようだ。てんてんてんって終わる。じゃあ何か起こりそうにこう。一回やっちゃった僕、うんうんうん、道端に朽ちかけた荷物を見つけた。他の冒険者の落とし物だろうか。あー、うん、どうや、渡航したとライムは荷物を漁ってみた。ライムちゃんまだ使えそうなチケット、やった。え、チケットってなんだっけ。あ、初期突っつき力に、やった。えい、商人もう276ゴールドしかないけど。そうね、もう買えない買えない。高いね。買えないよ。あ、あ、店長だ。P よこすのだ。ゴールドじゃなくて P、ポイントをよこすのだって言ってる。ね。よーし。頑張れ。ほらはい。もう半分にしてくれた G のさん。もう半分。強すぎる。ジーナさんめっちゃ強いな。ね、めっちゃ強い。僕ね、最終戦3000で終わったんだよ。あ、マジ ?3000 だったから。えい。もっと低くなったの。ほー。あ、ルミ先生使う。よし。いや、伸びすぎ伸びすぎ。そっか、1回しか使えないんだな。うん。えい。やっちまいな。あ、すごい、倒すわ。倒した。めちゃめちゃ見るなこれ。ね、ちょっと僕の下作ってた。え、私のクリックがちょっと早い。それはあるか。僕スマホでやってたし。あー、そうかそうか。スマホでこっちやってた。何このレディ。え、そうなんだよね。あ、今から降ってくるよってことか。あー、これ。あ、そうだわ。なんかスキルゲージみたいなと思って、そこの下のとこめっちゃプチプチしてた。ね。うん。そう、なんだろうな。あー、こっちができました。OK。ふぅ。いいですね。オーバーダメージ多すぎ。オスカーとライムの効果。あ、彼らの効果分かりやすく言うと、最初は弱い、終盤は強い。なるほど。お、おーおーおー、ああ、これがラスボスだ。つついた分だけお宝あげるのだ。オッケー。よし。あ、これだわ、これがごめん。これが倒せなかったやつだ、僕。あ、そうなんだ、オッケー。倒す。頑張って。ほらー。えい。あ、違うか。倒すとかじゃなくて、これもしかして。あー、ボーナスゲームっぽい。ぽいね。あー、よかった。そのイラストめっちゃ好きだよな。かわいい。かわいい。ダイヤくんは今使っちゃダメだ。最後だな、やっぱり。あ、最後じゃないか。どうなんだ、どっちがいいんだ。てかこれ HP じゃないから、ジノさんどうなの。確かに。ジーノさん降ってこない説ある。あ、降ってきた。来たわ。
おーおー、どういうこと、なに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 、今の何、え、何が起きた、変わってなさそうやったけど、確かに意味ないかもね。ダイヤくん、いやいいかな別に。ほらー、いやダイヤくん使うか、スキル力1になっちゃうけど、勝手に A、ライムちゃん、ライムちゃん振ってこい、ライムちゃん、いやどっちもジーノさんだ。あ、なんか今チェインってなったわ、てかチェイン、チェイン、チェインってなんだろう、あの赤が3人いてなんか、あーボーンってなった、へーへーへー、おーすごーい、まあすごいかどうかわかんないけど、すごいっぽい、すごいっぽいわ、やったぜ。お疲れ様です。はい。おもろい。記録しよう。もう終わり。で、終わり。終わりか。タイトルに戻る。はい。おー。そう。エイプリールフールにしてはやりすぎちゃう。確かに。だって、これ、何人いるんだろう、登場人物。僕、めちゃくちゃやったけどさ。うん。マイマイマイゴエンはもうほとんど行ったよ。あ、ほんと？ユウ先生とかも出てくるのか？ユウ先生いた。へぇー。多分もう全員入ってんじゃない？へぇー。いや、おもろかったわ。すごいよね。うん。クオリティ高。